有川五郎作有川五郎作昭和21年2月1日は、日本の衆議院議員、陸軍軍人、陸軍少将。有川太郎衛門の次男として、品の国下高江郡読間村に生まれる。1902年6月、兄、民吉方より分家する。22歳の時、上京し、湯本武彦の塾を経て、1891年7月、 陸軍士官学校を卒業。不評第一連隊見習い士官を経て、1892年3月、陸軍不評将尉に任官。日清戦争に従軍し、交互級禁止勲章を受章。ついで、1899年12月、陸軍大学校を卒業して、陸士配属となる。日露戦争時には、第七師団参謀として出生し、 余順攻略戦に参加。その後より、校三級禁止勲章を除勲される。1909年10月、陸軍大佐に昇進し、不評第五十連隊長、近衛不評第三連隊長を歴任した。1913年5月、この衛師団参謀長に就任。1915年2月、陸軍少将に昇進し、不評第十五旅団長。 不評第8両団長を歴任した。1918年7月、対面。1919年1月、予備役に編入された。1924年、第15回衆議院議員総選挙に、長野県第4区から出馬して、当選、一期務めた。当選時点では、無所属であったが、立候補の段階より、県政会からの出馬と報じられており、議会開会時には、 県政会に所属している。その他、帝国飛行協会総務理事を務めた。太平洋戦争が激しくなると、東京四五目の自宅から角間温泉に疎開し、戦後は下高井郡中野町に住んだ。ありがとうございます。